ヘッドガン見守るペジャンコの604。言えねえだろ。言えてたでしょ。本当に完全に言えてたよ。あ、そう。ネイティブに言えてたわ。さあ、続きからやっていきましょう。はい。前回はダストマン、をスカルマンにぶつけ、見事、もう、こんなにバチッと来たことないよ。そうだね。びっくりするぐらいの当たってたね。うん、で、こっから鉄塔さんの予想は、うん、ファラオマンがいいんだっけ？ファラオマンはいけるはず、俺の予想では。なぜならファラオマンは、うん、やっぱそのエジプト的な感覚でいくと、うん、ミイラになりたい。うん、でミイラっていうのはその場、もう本当生きたまんまでできれば痛いみたいな、うん、の形で保存したいから、うん、骨にはなりたくないの。ちょっと骨が効くのすごい。これ間違いないと思う。あ、なるほどね。ああ。すごいよ。だってここまで考え、あ、でもやっぱここまでフォーになるとここまで考えてるよね。ファローマンってあれですよね、みたいな感じになるのか。なると思うよ。じゃあちょっとやろう。行きましょう。わ、わあ、なんだ、金色だな。ね、ちょけてるわ。筋肉マンにもこういうのいたよね。あ、そうなの？巻き巻き巻き、左巻き。ちょっとわかんないけど。わかんない。ブロッケン、ブロッケンジュニアと戦ったんだけど。ブロッケンジュニアは、ブロッ、ちょっと、待ってさ、すごいな、この目。どうしてもさ、違うっていうのはわかってるんだけど、ブロッケンジュニアを、うん、ミニ四駆だと思っちゃうの。ミニ四駆になんかそんなのいたっけ？ミニ四駆になんかね、ブロッケンなんちゃらっていう、モーターがね、前についてる、のが、あったの。それを、俺は、ずっとブロッケンジュニアだと思ってる。今。ずっとブロッケンジュニアだと思ってる。うん、でも多分違う。あー、なるほど。ブロッケンなんちゃらなんだ。ブロッケンなんちゃら、ブロッケンはついてるの？ブロッケンは絶対ついてる。なんちゃらブロッケンかもしんないし、ブロッケンなんちゃらかもしんない。ブロッケン G? え？じゃないってみんな言ってるよ。ブロッケンギガントっていう名前なの。え？すごいな。俺知らないな、それ。あ、そう。うん。すごい。レッツ&ゴーのやつじゃない？あ、そうかもしんない。俺レッツ&ゴーじゃないんだよ。何？その前の。何&ゴーなの？ゴーしてない、まだ。ゴーしてないの？うん。あ、上行って、いい感取る。いい感はね、やっぱ取れた。やっぱ知ってる人が多いってことは、このロックマンだし、本当に。そうだ、おじさんだ。おじさんばっかだよ。うん、本当に。これを見てるんだ。そうだね。これの年齢層見てみてよ。どうやって見るの？いや、多分これだけの年齢層。ちょ、こいつ打つのかよ。あー。おおおおお。何？どうすんの？あ、なるほど。え？うっ！座布団みたい。あ、うっ！あ、消える！あっ！あっち！こいつも何のために生まれてきたんだよ。悲しい。ね。こ、あ、これ落ちたんだよ。考えるだけでも、ワイリーっていうのがひでえやつだなっていうのがわかるよ。鉄塔さん、もうワイリーは。あ、ワイリーじゃないの？この右のやつ？ひょっとして。もう、前回。前回死んだ？覚えてます？いや、覚えてない。トゥルー。エンディングは、あんま覚えてない。いや、あの時はね、コママンが刺さったっつって、そう。二人で興奮してて、うん、気づいたら、ブルースって赤いジャンプして、うん、こういうやついたでしょ。パラパーパパー。こういう攻撃してくるやつ。うん、あいつに、ロックマンは助けてもらったんだけど、あー、助けられなかったのか。うわ、間に合わないっつって、そのまま。じゃ、今回は誰なのこの右の博士は。ちょっとやば。あ、嘘でしょどういうこと十字キー。全く意味がわかんなかった。ああ終わったでもいいと思いますよ。これって E 缶ってどうなるんだっけ ?E 缶はあると思う。ある？うん。ちょうど俺もいなくなったら、ダメだな、やっぱ。鉄塔さんいなくなるんだ、ね。いや、でももう気にしないで。俺はこうやって。頑張ってちょこちょこ入ってくから。そうだね。うん。大丈夫。今んとこね、あんまり気にしてない。今いないから、どうしようって。うん。気にしろよ、お前は。お前だけは。不思議とね、そうだね。なんか別にこれ今、見られてないのかどうしようっていう気には全然なってない。あ、そう。うん。何のために生まれてきたんだろう、自分で。ダストも同じ気持ちだよ、座布団みたいなやつ。あいつ？あいつと同じ気持ち。いや、幾分あいつの方がまだ、
あいつだって何体もいるよ。確かに、俺はこの世に一人だけ。哲学。あったあった。もう頭投げてくるの意味わかんないもん今。しかもなんかコマみたいに、ベーゴマみたいに、うん、包帯で投げてる。あー、俺欲しいね。え、いいか、まだ、あ、やっと持ち越しで、さらに、あ、あるんだ。あ、おっそ。え、その場合は、その場合じゃもう永遠にここで死に続ければ、いい感だけ溜まっていくじゃん。やる？ありなの、それ。いいやって。動画で早送りすればできる？できるんじゃない？やりました。でも1。あ、いい、あいつは、いい、無視する。あばよ。やばい。こいつ要所要所で丁寧に食らってくな、お前。あ、はいはいはい。はい。はいはいはい。はいはいはい。あ、力が入る。こいつはいいね。ちょっと HP に。確かに。うわ、いいの出た。マジかよ。あぶねえ。あいつ、目見えてねえのかな？右にいたのに、もうあのまま。わかんないのかな？わかんないのか？正面しか見れんねえのか？音楽かっこいいね。あー、ロックマンはやっぱ音楽だよね。何もやるの？いやでしょ。ちょっと待って。やめて。この辺でお前なんか。ここ。あっ！まさか、あんな上に飛ばすとはなかったから。え！どうしよう！よし！あー、弾飛ばす前に。あぶねえ。すげえ連打。あ、来た来た。まあ、一回剣でもいいよね。あー、どんな攻撃をしてくるかね。うん、これ何なん、ちなみに。一回撃ってみる。うん。あ、やべえ。ペトさん、バリアが。で、多分もう一回押すと、あ、飛ぶと思う。だからもう。ブルーシールド的な感じだ。ほぼ使い回しだわ。やばいんじゃない？本当に、なんか今ドキドキしてきた。あ、なんだ、なんか変なの投げてるぞ。なんだ、すげえ！テッドさん。いや、あのね、あのすごい技をバリアで返すんだよ。なるほど。うん。大技みたいな、なんか。あ、やんねえな、当たってくる。しかも、もうないぞ、お前。来た、これいける！バッ！ちょ、飲み込んだ！ゴミじゃない？ゴミ引いてる？ゴーン。あ、ゴミの方が、でも、ゴミの方が食らってるわ。ゴミの方が食らってんな。うん。この技、いつ使う？どうやって使うん？これ。わからないよ。カールじゃないのか。え、じゃあ。おかしいな。ゴミかな？これもゴミでいける？でもこれでもうゴミでいけたらもう多分全部ゴミでいけるよ。そうだね。まあでも、王族だからな、ファランは。見たことないかな、うん、いつも処理してもらってたから。あ、ゴミ注射に。うん。あ、こいつ何投げてんの。いやー、うん、あー、まあ聞いてなくはないけどっていう感じ。いや、でも俺これ避けれんのかな。この技やばくない？この入った。あ、入った。あ、入ってない。入ってない。あ、いける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 。あ、ダメダメダメ。ああ、ゴミを使いすぎた。終わったまんじゃないこれ。ゴミ使いすぎた。この前普通のいい感じ使えばよかった。もうないぞお前。まあやっぱ真剣勝負だよね。やっぱなんか力ずくで倒したくない。ちゃんと攻略したいっていう。力ずくじゃないの、ロックバスターって一番。違う違う。まず、あのなんか、移動中の元気玉みたいなの避けないと。やば。あ、やば。あ、
うわー、この感じなんだ。え、もう一回、もう一回だけ行くわ。何この感じのイカの使い方はやばいぞ、お前。一番力づく。お前はもう使え使え。使え使え。いや、まだ次があるんだ。うん。あ、夏咲きにされた。まだ次があるか。こいつ今、多分2連勝してると思ってるよ。2連勝してるんだ。いや、してない。普通に。まだ、まだしてない。普通に2連勝してる。え、あの、ちっちゃいさ、飴玉みてえのどうやって。これな、縦ジャンプ。いやでもこの危なっ。あえて、やばい。あ、見えた。いや、ちょっ、あっ、何が見えた。見えた。あえて、うん、そんなに。あ、でもいい、いいぞ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 。あ、こいつ、あ、見えた。あ、見えてない。あえて、いやでもこれ、これいけるぞ。あえて大技をね、使わせて。あ、やばい、あ、あ、あ、うわ、あ、わぁ、三立て。三立て。でも見えたわ。三立て。見えた。普通にいけそうだったな。うん。これも見えたわ。一だよ。ほんとさ、見えた、見えた、見えてる。うん。この左にピローンってなったら、鉄道さんは見てない。見えてる、逆に。もうすぐ行く。いや、もう、分かってるわけね。分かってる。画面は、レンジ点が。うん。で、いい感もらうし。ああ、なるほど。そのために使わなかったまであるからね、これ。はい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 。後々のことを考えて。ただ死ぬのだけじゃ、やっぱ、見た目的にも悪いじゃん。だから、あえてああやって、こう、すごい戦いがあってのゲームオーバー。演出ね。そう。演出やっぱプラン練ってかないといけない。なんだこいつはさっきから。もう一回見えたところはノーミスでいける。はい。え、いいのこれ。こんなにあっていいの？ずるくない？あ、あそこダメだな、あいつ。え、ずるくないこれ。やば。え、これコメントで叩かれんじゃねえかな。いかん持ちすぎっつって。そう。くさ、マジくさとか言われんじゃない。言われるかも。マジって言われるかもしれない。それは褒め言葉だからな。よし。この辺でお前、こいつ、くだら、いや、こいつ、出てこねえんだ、こいつ。あー、危ねえ。よし。ここでまた、1キャップゲットできんじゃねえか。できねえか。でも何もドキドキさえもしないんじゃない？ああ、だってもうここでドキドキさせたらもうダメですよ。もう2回目だもんね。はいはいはい。あれもうじゃない？おお、早い早い早い。ほらいいですよ。え、ゴミ使っていいの？そしたらでも普通に行けるなら普通に行くのが一番あれだけどね。ゴミ残しで。ゴミ残しね。うん。いけそうだったけどな。今後ゴミは使わないけどね。あ、ゴミ。あのね、もう見えたの。もう見えたの。うん。もう中途半端な段差やばくない？やだ。ああ、はいはいはい。うっ、あっ、あっ、やばい。おお、あっ、使わない俺は。あっ、こいつ切り替えてきた、切り替えてきた。ずる。やばいやばい、最後だ。おお、いったねー。危んな。
ギリじゃん。ギリギリを演出していくから。ギリギリの勝負。あいつ何最後、危ねえと思って必殺技じゃなくて、あの、ちょこまかしい技に切り替えてきてるじゃん。ずっとジャンプしてる。パラウォーショット。どっちだろう。あの、ちっちゃい方じゃないよね、さすがに。さすがにでかい方じゃない？もう、いいわ。なんだよ。さあ、ファラオマンがちょっと、ちょっと様子が違ったんだよな。様子が違った。蛇だと思ったのに。蛇感なかったね。うん。もう頭の部分も青かったし、眉間の部分。なんでだよ。そうなるとちょっと、あれじゃない ?2AD マン。2AD マンじゃないのかもな。どうする？そうすると、骨もまだ効くやつが。ああ、確かに骨もの、骨残しなんだな。骨と、ファラオマンがあるよ。ファラオマンのあれは、なんなんだ？太陽の光的な感じなのか？光、何？ファラオ。ファラオってなんかさ、そういう意味なかったっけ？あ、光みたいな？なんか、太陽的な。そうするとやっぱ、ブライトマンだよね。光同士？うん、光同士の戦いで、どっちかといえばやっぱりファラオの方が強い気がする。なるほどね。上位互換。あー、ファラオは別に太陽とかそんなのあんまなさそうだな。うん、だって目線見てよ。ファラオマンのこと超意識してない？まあ確かに意識してるね。これあるよ。じゃあ 2AD マン一回抜きにしとく。 2AD マンを抜きにして。あ、でもやっぱこれ鉄塔さんのも信じたい気持ちはある。ああ、でも、ヘビは出ないかもしんないけど、ヘビ宿ってんじゃないかな。ちょっと、ああ、なるほど、ね。行くわ。ほんとかい。うん。こいつはもう完全なる。こいつだってなんか、カエル。え、わ、ペンギン。ペンコボルシだな。ほんとだよ。しかもちょっと風吹いてんだよ。あ、なるほどね。あれ、俺この曲知ってんな。ほんと？じゃあやったことあんだな。やっぱやったことある。悲しいな、子供をあんな使い方するなんて。やばいやばいやばい。あっ！ああ！最低の。ああ！一番ダメなやつじゃん。ああ！一番分かりづらいやつ。あー、鉄塔さんも一番分かりづらい。あー、マジ分かりづらい。カエル結構地味に食らってんな。カエルか。え、何が効くんだろうな。ほんとギリギリじゃん。あぶれ。すげえ食らってない？大丈夫？体力見えないだろうけど。俺すげえ減ってた。すげえ減ってたわ。あ、風がなくなればこっちのものが。はいはいはい。うわ、今度は水。うわ、今度は地面。ネズミだ。カエル。お、何？今度はスライム。はい、なんかちょっと出てる。はいはい。わかるわ。お、まあでもなんか、ステージ的にはそこまで。これ、ステージ的には、ある。ありそうだね。うん。お、でかっ！カタツムリ！メッカ。爆弾投げてくるじゃん。あ、しかも、あんまり距離感分かってない。うっ！あ、目飛んできた！ずる！どういうやり方だよ。ずる。でも多分あと一回はあいつ出てくるな。そうだね。これ絶対、うん、あ、そういうことじゃない。ほら。あ、ちょっと戦いづらいところで。戦いづらい。あっ！え、なんだこれ、ジャンプでき、ここジャンプできねえのか。ちょっとやばっ！お前、大丈夫、大丈夫、大丈夫。
あぶねえ、お前それ。あー怖い。次が目でしょ。次目来るぞ、目来るぞ。いや、ちょっと来ないんかい。ああ、死んだよ。すげえ、処理打ち。処理打ちやべえ。あっ思うツボだった。あいつ、あいつ。これどっからもう一回もやんなきゃね。あいつに、そうだね、ゴミ。ゴミぶつけてやる？今回の、今回のキラー武器はゴミだと思う。なんかね、多段引きしてるんですよ。あ、そうなんだ。分裂する前のなんかが当たってんのかな。そんなに強くねえかもしれない。ね、さっきから。ね、変わんなくね？変わんねえかもしれない。変わんない気がするぞ。ゴミじゃねえな。お前知ってんだぞ。え、上から行った方がいいよね、あいつが。なんか2回目かな。いや、これ上からじゃないと。あれで飛べば上行けないのかな。はいはい。あ、残るパターンなんだ。あ、でもあいつ。あいつでも何も。おーい！あ！大丈夫だから。来るよ。あー来た。よし、一回見れる。鉄塔さんも鉄塔さんもいなくなったな。一回見てくれ。じゃあ鉄塔さんがいないけどいいの？ファラオ。いやもう余裕ですよ。ファラオ見してっていいの？見してっていいよ。よし。ただ体力見えなくなるけど俺入って。そうだね。俺今ちょうど見える。待って。鉄塔さん、どうした？ちっちゃい方だ。貯めれるかも。うわ。あれ、俺が帰ってきたら。あれ、鉄塔さん。俺が帰ってきたらあれだったな。ちょっと待って、配信を。あいつやばいかもしんない。やばいかもしんない。攻撃避けれないかもしんない。雨降らしてるな。これスカルバリアじゃない？あるね。これ本当にあるわ。これはあるな。見えたな。あの雨が攻撃ならもうこれスカルしかないよ。あ、やっぱ。消えた。ぶつかっちゃうとあれなんだよ。え、鉄塔さん。すっげえ普通に食らってる。鉄塔さん、だってさ、避けれないのよ、さ。ゴミ当たるな。いや、鉄塔さん、すげえ早い。超減るじゃん。こいつ、あ、こっち。行きます。今真ん中のボタン押しちゃいました。何ボタン？何ボタンで？あ、ジャンプボタン？なんだ、何ボタンでいいの？よし。どうした？大丈夫。もうあとはこれで十分。はいはいはい。あらあらあら。入った。これでいいじゃん。あれ、こいつ。なんだこいつ、何？うわぁ、これ弱っ弱っ、これでいいじゃん。なんだよ。なんだこいつ、なんだよこいつ。所詮カエルだな。うわぁ、全然これでよかった。え、こいつさ、ノーダメージでいけるかもしんないね。あれに入っちゃえばいけるけど、うん、それが、あ、ラッシュちゃんが。ラッシュマリーン。マリーン。はいはい。見といて。というわけで、鉄塔さん。あ、これでもう 4匹こうした？ 4 匹いっちゃいました、これ。すごっ。ちょっと、やっぱ、ここの予想は、まあ、外れてたのか、あれ、ため攻撃だから、あれぐらいは食らって当然なのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、微妙なとこだった。微妙なとこだったけど、まあ、勝ちは勝ちだから。俺、そういえば弱点とかメモってたな、いつも。いや、メモってメモってねえわ。ちょっとじゃあ、もう、
一回行こうかと俺は思ってるんで。オッケー。瀬戸さんじゃあ休憩中にメモっといてください。わかった。それでは動画はまた次回。生放送は一度休憩に入ります。はーい。さようなら。続くと申しましたが、シェアプレイの接続がうまくできなさそうなので続きません。次の動画はいつになるか分かりません。さよなら。